ゆうさん、おはようございます。おはようございますドキドキしてる。今回の動画なんですけれども、僕らあのおふざけは世界を救う、はいはい、っていう名前のチャンネルでやらせていただいておりますけれども、今までの動画ってこうおふざけ要素ちょっと少なかったなってなんか思うんですよね。どこにおふざけの要素があるんだというでしたね。ですので、はい、おふざけの動画を撮ってみようではないかということで、はい、そうですね。今回の、動画はですね、はい、ハチに、ドッキリを仕掛けよう動画ということで、わかりますね、ドキドキしてる感じ。なんかこう違うことをやろうと考えた結果、もうドッキリしかないでしょということで、今回の、ターゲットはかわいそうに、あの僕らの動画にね、あの数回登場してた女の子、はっちゃんっていう、子がいるんですけれども、今日も来てくれるということで、はい、そんなはっちゃんにですねドッキリを仕掛けようかなと。まあ、で今回のドッキリに至るまでの流れをちょっと皆さんにもね把握していただきたいということで説明しようと思うんですけれども、はいはい、いつもの通りですね、ここであの座って動画の撮影をしていくよというふうにはっちゃんには説明してあります。まあ、もうじきこのチャンネルも1年になるということで、はい、1年を振り返ってというようなテーマで、はい、お話をしていくよと。やけども、はい、そこで僕とユージさんが意見の食い違いを起こしまして、べらぼうに揉めるというね、バチバチと前代未聞の今までないバチバチをしたいと思います。いや、そうなんですよね。普段はね険悪なムードに一切なったことがない、そうそうそう、僕ら2人がですね、はっちゃんの目の前でバチクソに揉めるというそんなような企画となっております。はい、で、ですね、まあ、僕とつくしさんはですね、はい、これ考えたわけですよね、こんなんやろうと、はい、でもアドリブではあかんと、はい、ちゃんとあの台本を作って、作りましたね、こう喋って次こう、はい、こうみたいな考えたんですよ、ちゃんとセリフまで、はい、考えたんですけど、ドキドキしすぎて、はい、飛んでしまいそうでメモしました、視点にしたし、はい、作りましたか夜なべしましたよ、昨日夜な夜なこれ大事ですから、ドッキリには。ましたよ、お手製で作りました、はい、なので、おふざけ演劇部の人生初演劇を見てほしい。どんな感じでヒートアップできるのか、どこまでできるのか、いや、それにかかってる。果たしてハチが最後、仲良くしないよで終わるのか、お前たちってなるのか分かりません。分かりません。涙が出るかもしれません。まあ、泣いてくれるところまで行ったら、はい、目的はそこなんです、最後ハチがドキュドキュっていう、このよかったよ、あ、これです、はい、これが見たい、はい、あの言ったら最低な企画ですよ、女の子を泣かしに行く企画っていうことで、前回でふざけよって選んだ先にそこっていう最低な企画第一弾でどうなのというね、はい、そんな感じですね。ですね、はい、多分もうじきハチやってくると思いますんで、はい、このスタジオに入った時から、はい、もう、ね、空気感を出さなきゃいけない。いやですね、いつもだとつくさん来てくれたやつを、うん、またすっていう、はい、今日もあっちっすねとかなるんですけど、はい、もうそれさえもうちょっと抑えそうですね。というわけで、じゃあ早速これからちょっと気持ちなり、なんなり準備してですね、はい、はっちゃんを待ち構えようと思います、はいはい、どんなドッキリになるのか。はちごめんねこれです今回、ごめんねはち、見てほしい、お楽しみしてください、きっといい感じそれでは皆さんご覧ください、どうぞ楽しんでみてください。よし、どっちあまりの方がいいかな、よし、やりましょうか、久しぶりね。でもあれだ、あのちょっと始める前にあの テーマっていうかちょっと流れだけちょっと確認しましょうか。はい、もうすぐね YouTube が1年なんだけど、チャンネルのそうそう1年振り返ってみたいなところちょっと喋っていこうと思うんですけど、実際ゆいさんどうでした1年。うん、1年撮りましたからね、一応なんやかんや1年経って、ね、うん、
なんか分からんなりにまあ伝えてきましたけど、一応僕としてはなんかまあ伝えたいことは一応は伝えれたかなと思います。まだまだ足りないところもありますけど、やっぱり反応としても、あ、そうだよそうだよねそうだよねって言ってくれる人が、あ、やっぱたくさんいるんで、まあできればまあこのままですね、このままの状態で、ちょっと伝えれることはどんどん伝えていきたいし、それにやっぱりあのチャンネル登録ですか、今あの126人になってますけど、僕からしたらもう126人も見てくれてて、やっぱ応援してくれてる人たちがいるんで、いやもう本当にもう感謝感謝でしかないところですね。うん、そうですよね。確かに126人の人が登録してくれたっていうのはもうこれは感謝しかないのは間違いないですけど、今このまま行くっていうことでしたけど、うん、このままどうだろう、このままでいいとはあんまり思わないんですよね。だってこれ目標っていうか、やりたいことっていうか、目的地って何でした？だってそもそもは、まあ、僕たちがあんまりこう人生がこう楽しくなかったところからスタートして、まあ、いろんな出会いがあって、やっと今こう自分らしく生きようぜと、たった一回の人生ですし、なんかやっぱ自分らしく生きようってなれましたし、こう出会いのおかげで。でも実際の世の中ってどうなんだろうっていうと、やっぱなんかこう本当にこれでいいのかなとか、このままの人生で本当に終わっていいんだろうかとか、あとはその若者ですか、やっぱその夢がないとか希望がない、まあ、僕らもそうでしたけど、将来の不安がいっぱいしかなくて、なんかそこって本当にいいのかっていう、やっぱそこだけはどうしても伝えなきゃいけないし、何かやっぱ変えていかなきゃいけないところはあると思いますし、まあ、個人的な話になると、やっぱこの水波市っていうのを僕もやっぱ何とかしたいっていうのもあるんですけど、やっぱ現状結構危ないとも言われますし、このまま行くとこの街消えちゃうぞみたいな、だからなんか僕らが学んできたこととか、やっぱりやりたいこと、やっぱそれを伝えてた先にやっぱり日本を明るくしたいっていうのは、あ、まあ揺るぎないところですね。それはこのまま行ったら、その例えば日本を明るくしたいじゃないですか、日本を明るくするまでにどのくらい時間かかるんだって正直思っちゃうんですよ、うん、実際リアルな話すると、貯金を切り崩しながら、まあ、活動を今続けてるっていう状態なんで、これ一生かけてやって続けれるものじゃないじゃないですか、はい、今のままのペースでやってっては、うん、活動費とか絶対続けられなくなるんですよ、はい、うんコンセプトっていうか、そこは僕も納得してるんで、だって活動一緒にやってますけど、やっぱその夢とか理想みたいなものだけじゃ正直やっていけなくなるんじゃないかと思うんですよ。うん、金はもう間違いないですね。もう本当あのおっしゃる通り、やっぱやるからにやっぱお金いりますし、やっぱ今の日本の現状ではきれい事だけじゃやっぱ生きていけないですし、うん、お金が必要なのは もちろんだと思うんですよ。ただやっぱお金ですごい苦労してきたと思うんですよ。まあ、正直こうなんていうんですか、本当お金のために働いてみたりとか、やっぱ辛い思いしたし、なんか苦しい思いしたし、なんか稼ぐためだけになんか毎日毎日苦労してこんなんでいいんかなって今まで来たんで、でもやっぱりこれを、まあ、このタイミングで改めてじゃないですけど、こう自分たちらしくやれることをやりたいと、自分たちが楽しくやって人様が喜んでもらって、でそこでこうお金を稼ぐっていうのをやっぱやりたいですし、だから今になってじゃあお金ないから、じゃあもういやいやですけど、じゃあ朝から晩まで働き行きましょうかっていう選択肢はやっぱりないんで、どっちかっていうならその僕たちがこう楽しんでお金を稼いでる姿とか、こんな風になりましたよっていうのもお届けしたいですし、贅沢するとかいう気もさらさらないんですよね。だからどっちかっていうと、そのやっぱ入ってきたお金をしっかりこう世の中のために使うって言っていいか分かんないですけど、還元っていうのか分かんないですけど、やっぱそういう風に使っていきたいし、やっぱその姿を僕は見せていきたいなっていうのはもう、まあ、やっぱ思いますね。まあなんか見せれたらいいと思うは思いますけど、言ってもニートなんで、正直
視聴者側からしたら多分何の説得力もないと思うんですよ。見せたいとかはあるんですけど、実際結果出てないんで、今のままでは絶対僕ダメだと思うんですよね。伝わらないし、だからいいこと言ってても伝わってないから、まあ1年やってこの結果だし、正直僕は満足してちゃ全然ダメだと思うんですよね。いつまでもニートニートって言ってやってんじゃなくて、どっかでやっぱ結果取りに行かないと、伝わるものも伝わんないんですよ。もう脱ニートしていかないと、いつまでも仲良し講師でやってはいけないんですよ。実際僕も、いつまでもニートやってるわけにはいかないですし。実際生きていくのには、お金必要なんで、どうしても。そこのとこをうやむやにして、結果も出しない状態で、ニートでっていう肩書きで、皆さんにどんだけいいことを伝えようと思ってやってたところで、伝わってないからこうじゃないですか、今。正直全然今のままじゃダメだと思いますね、僕。もし、例えばですけど、まあ、今の話で言うと、まあ、実際僕らも今ニートしてますし、まあ、世の中から見ると、働いてないっていうふうに、まあ、見えてるところはあると思いますし、そうでしかないですよ。実際にお金稼いでるかっていうとそういうわけでもないし、ただなんか今の話を聞いてると肩書きっていうところがですね、どうしてもなんか僕も引っかかるんですけど、例えば、で僕がすごいお金持ち、資産家で100億持ってますっていうふうなら、じゃあ同じことを伝えた時に、じゃあみんなに伝わるものなのか、地位とか名誉とか、なんか何か功績を成した人であれば、その時に初めて伝わるものなのか、なんか僕はなんかそういうもんじゃないと思うんですよね。確かにニートですし、地位も名誉もお金も実績も何もないですけど、であってもやっぱり伝えたいものはやっぱありますし、なんか世の中の人からするとこう日本を明るくするとか何言ってんのって感じだと思いますし、なんか綺麗事で何言ってんのって感じですけど、いやもうなんか僕からしたら、いや本気で思ってますし、やっぱり今までの人生ですか、まだ36年7年しか生きてないですけど、やっぱりここだけは何とかしなきゃいけないっていうのは絶対これは間違ってないっていう部分も、まあもちろん間違ってるところもいっぱいありますけど、譲れない部分もありますし、ニートだからって伝えちゃいけない、伝えれないっていうことは僕はないと思いますし、いや今のがどうだったってこれ自己満ですよ多分。いや伝わってるものはあると思うんですよ。だいや1年やって今のこの結果、まあ、数字が全てではないと思いますけど、ここ見てやってたんですか。だってここじゃなくない。いやこの先ですよ。やっぱり今まだ1年しかやってないですし、やっぱ手探りでここまで来ましたけど、まだまだやっぱここから先いろんな人にも会いますし、まだまだ伝えたいこともいっぱいありますし、だから自己満なんですよ今。それが届いてないわけじゃないですか、ってなるとダメですかね。やっぱこうニートでもなんか肩書きなくてもこの国を良くしたいっていう思いダメですかね。伝えちゃダメですか、ね、いやだからその相手がいるんで、相手に伝わらなきゃ意味ないですよ。こんだけ熱あっても伝わってなかったら意味ないです。このまま伝え続けたら伝わらないですかね。いや僕はもうやっぱりこれから人にも会っていきたいですし、もっともっとやっぱこう伝えたいこといっぱいあるんで、まだまだ伝えていきたいですし、やっぱこのスタイルで僕も伝えていきたいんですよね。多分二の前ですよ。このまままた1年経ってない。いや絶対なんか見えるものもあると思いますし、やっぱどうしても伝えなきゃいけないものはやっぱ伝えなきゃいけないと思うんですよ。いやこのままこのままやってるってことですか。だってこのまま伝えていかないと伝えれるものもやっぱ伝えれないと思うんで。いや伝わってないでしょ。今まで1年やってみて、126人ずっと同じスタイルでやってきて、話していいことをためになることをお届けしてきて、今後もし変えていくとしたら動画のスタンスを変えていくっていう話を聞いたんですけど、今までやってみて無駄にはなってないと思うんですよ。伝わるものは、まあ、私も周りの反応聞いてですけど、あったんで、これを土台にして続
き、スタッフを変えて、面白い動画を撮ってみたり、うん、その話を YouTube さんから聞いたときに、面白いなと思ったんですよ。それはやってみたい。ぜひやった方が面白いんじゃないかなって他の人に話しても言われるんですけど、今がどん底に思うのって基本はよく思うんですけど、今までの1年もこのままでやってたら絶対ダメです。いや、そうでしょ。これでも動画撮り方って変えるんですよね。いや、でも今そのまま行くっていう形だったから、うん、もうやっぱり伝えたいことやっぱ伝えていかなきゃいけないと思って、やっぱトークの形式だということですよね。そうですね、もう伝えることをどんどん伝えていくですね。はい、いやもう正直もうなんかニートが偉そうなことを喋ったところで伝わらないですよ。間違ってないことはやっぱ伝えなきゃいけないと思うんですよ。いやいやもうやっぱ伝えなきゃいけない、この形でやるんやったら、いやいやもう続けられないです。だって僕だってあれでもスタンス変えてくって言ってたよね。ベースは基本これだからね。自分で行動して話すだけじゃなくってやればできるんだっていうのを、ベースこれやったら無理っすよ。だってそれ、いやもうやっぱり伝えるものはある、伝わなきゃいけないものがあるんで、これで伝えていくってこと、これで伝えていきましょう。いやそれやったら無理っすね。そうやったら僕納得できないんで、やってらんないんですよ。いやもういやいやもうちょっと無理っすね。がね、いつも見とってくれたもんね、よく分かってくれてると思うし、ハチ、うん、としてはさ、今後なんかこうなんかこうしていきたいとかある？まあ、それは一緒だと思うんだけど、さっきと言ってること違う。電話で聞いた話と、うん、違うことを言ってるからなんで、うん、こういうのもね、なかなかなかったかね、今までね。なんで違うことを言ってもかな、私にはわかんない。私に話してた話をそのまま話せば、少しさんも同じ思いだと思う、うん、伝わってないかな。うん、少しさん多分ここだけでって思ってるよ。こう外に出てスタンスを変えて、うん、いろいろやっていくっていうことが多分もうやる気ないんだと思ってるよ。伝わってないんだね。それは違うんだよね、うん、私に話したまんま、 そのまんまつくしさんに話をすればそんな怒ることもないし、うん、つくしさんただ今の状況に満足してなくて、このままじゃ絶対無理だと思ってるから自分の気持ちを伝えてくれただけで、熱意を話し合いたいんじゃなくて今後どうしていくかの行動を話し合いたいんだよね、うん、そうね。逆算してここ5年後にここまで行ってるとしたら、じゃあ今年はどういう行動をしてったらそこにたどり着くかっていう話を多分したくて、じゃああれかな、ハチとしてはなんかこういろいろ新しいことやってまたみんなで盛り上げていこうぜっていう感じかな。うん、それしかないと思うけど、そこ、そこはみんな一緒や、うん、ただ仲良し小良しじゃやっていけないっていうのは、うん、このままだとダメだっていう思いが強すぎるから言っただけであって、うん、今を変えたいよね。でもスタンスを変えたっていう話は前からしてたんだよね、うん、こういう動画も撮ってみようかとかさ。そうだね。だったらー
めっちゃ真剣。マジごめん、マジごめん、本当ごめん、マジ本当にごめん、マジでごめん、もう二度とやらないからごめんごめんごめん。ドッキリのやつ、ドッキリです。びっくりした。ごめんごめんごめん、今日始まったごめん、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい。ちょ、ハチ見て、あれ見て、ハチ見てこれ、ごめんね、ハチごめんねって書いてあるでしょ。ごめんねって書いてあるよ。ハチほんとごめん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 、ハチごめん、これ使ってごめん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 、ほんとごめんなさい。ということで、ちょっと大成功しすぎてちょっとしすぎちゃって、じゃあハチごめんね、もうもうごめんね、見て見て、ちょ見てこれ見て、完璧まで作ってたの。そうか、ちゃんとね、台本があってね。あ、そういうこと。そうだよ、ね、実を言うと、ハチが来る寸前まで2人でずっと演劇部やってたの。あ、そういうことだよ。おふざけは世界を救う初 の、 演劇部をずっとやってて、先ほどまでどうしよう、やばい、忘れちゃってなって、で、書いてみたっていう。いいの、綺麗なの。ちょ、ほんとごめん、ほんとごめん、もうハチもう二度と言わないから。びっくりした。いや、ごめんごめん、ハチがこれトラウマになっちゃうかなと思って、もう嫌だみたいになるかなと思って、ちょっとそれが心配でですね。すごい演技力だった。つくさんのピリピリがすごかった。これちょっと一ついいですか。一つ、先にハッちゃんに、はい、その今後の話してたの、それも間違いでしたね、これね。はい、これね、僕思いました。そこまで、そこまでやんなきゃダメだと、めっちゃ今日の朝も話してた。あれね、こっち聞いて、ドキドキしちゃって、俺どうしようと思って。どうしよう、話全く続かんやみたいな、全く違う展開と思って。ステイはユニスはもうこのままの感じでいくっていう、いやでもこのままじゃダメだよねっていう、こんな言い争いをするって話で、まさかハッチャにこの川崎の話がちょっと漏れてると思ってなかったんで。話しすぎるんです。話しすぎちゃった。仲間ですから、伝えたいなと思って、今こうだよこうだよっていうのを伝えちゃってですね。ハッチャン的にもあれ、なんか話が違うんだけどみたいな。なんでこの2人分かんないんだろうと思って、普通に話したら方向一緒の話なのにと思って。っていうことで、まあ、今回一つ分かったことは、はい、敵を欺くにはまず味方からですけど、よく聞くやつ、この場だけの欺きはむずいってことが分かったんで、1ヶ月前から欺けっていうのが、ね、準備が必要でした、ね、勉強になりました。僕はもう逐一ハチに報告してたんで、いやこれからこうなるぞこうなるぞ、期待をねしてほしくてですね、いやこれ楽しくなるよっていう、ないでしょこんなこと。二度とないから大丈夫、安心して、二度とないから。これね、分かったことはね、このなんていうの、この心が美しいかとかじゃね、きつい。もうね、きつい、やってる方がね、きつい。めっちゃもどかしかった。なのでですね、結局その伝えたいことはここだったんですよ。福さんの言う現実も見なきゃいけないし、夢だけ語っててもダメだし、ニートっていう肩書きいつまでやってんのっていうのも本当思ったもん、うん、でかつこっちサイドが言った、いや本当に伝えなきゃいけないことは、いや本当に伝えたいんだっていう、うん、確かに何もないけど、それでも何か誰かが動き出さなきゃいけないっていうのも両方ともなんか聞いてほしくて、僕たちこんなこと思ってますみたいなのは、あっちサイドの方に伝えてたということで。じゃあ待ってください、寝る寝る、そうなの、全部使っていいよ。一回涙が出るとね、止まらない。ごめん、今化粧したのね、せっかく髪色も変えたのに。止まらない、ヘッターの涙が。あ、よかった。あ、それ嬉しいね、ほっとした感じかな。安心した感じだね。どうしよう、バラバラになっちゃったら止まらんやんと思って。ハチのハイプレイの言葉が出て、途中のこのなんていうんですか、言ってること違うじゃんの、この僕のなんて言っていいのか分からんの。うんうん、ごめん、全部分かってるんだけど何も言えないんだ、ごめんね。で、そして後半はもうつくしさんがいつ出てくるかをずっと待ってて、ちょっと見て、足音シーンからみたいな、ずっとこれ以上ハチにね、あれあえて言ってたじゃんって言われ続けると、僕がもうどんどんこうやって来ちゃう。伝わってなかったかな、そうか、おえよ。あ、それ言ってほしかったな、言ってほしかったな。一部始終をこれで多分届けできたと思いますから、やっと1年かけておふざけができたんじゃないですか。あ、そうですね、やっとおふざけが世界を救うできたね、
これ多分見てる人結構ドキドキだったと思いますよ。一番端がドキドキだった。どこから撮ってるの？そう、この入りから。そう、あ、まあ入ってきたら辺からビーチつけて。どうですか演劇部、ドッキリ仕掛けられるのって。あ、そうね、初だと思います。全然気づかず、私の心もふつふつしてきちゃった。いや、いい、それがいいよね、それがいいの。え、どこで食い違ってる。完璧でした。いや、崩壊したね、心のどっかが崩壊。ごめんね、本当にトラウマにならないでね。全部嘘だから、本当に。よかった。全部もう話してることは本当だけどね。あ、そう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 、この空気感はこれは全部全部嘘だから。そう、あの、二度とないと思ってね。大成功です。ということで、はい、はい、ハチごめんねということで、またいつか使いましょう、これね。ハチのとこだけピリピリ書き換えて。あ、書き換えてね、はい、私はじゃあ次これ書く。そうだね、そう、ハチだけ消して次誰になるか分かんないけど。ね、めっちゃ教えてやる。ひょっとしたらですよ、2人一緒にっていう可能性もある。やれる可能性もある。めっちゃでっかい穴掘ってほしい。それはね、むしろやってほしい。2人まとめて落としてほしい。ドカーン。じゃあ今後ハチはドッキリを考える日々ということで。いや、今回の動画は行きたいと思います。ここまでということで、はいはい、また次の動画も、楽しみに待っていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。いや、本当いいもんできました。チャンネル登録よろしくね。こんなこと出しちゃいけませんよ。ダメですよ、こんなことしてちゃダメですから。ありがとうございました。よし、行き過ぎたね。ハチごめんね、行き過ぎたごめんね。ちょっと本当に女の子泣かしちゃった。はい、聞きました、ゆるさん入りました。これがリアルですよ。美味しいもの食べましょう。美味しいもの食べましょう、うん、ね、お詫びの時間です、ここからは。ここからは、はい、この後に、ハチがワクワクすることだけをやるとって言いながら僕ら髪切ってもらう。美しい。ちゃんとここでお詫びしとかないと、あの、変な髪型にされる可能性ありますので。うぇーって言いながら、ジェシジェシジェシありますか。あの、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にすみませんでした。僕からも、はい、本当にすみませんでした。本当にすみませんでした。本当だったら、もっと言い合ってもね、こう、よかったと思うんですけど。そうですね。もう、ハチがやめてーくらいの、こう、あったんですけど、ちょっとね、こう、ヘタピだったんでね。怒るっていうのが、ヘタピすぎて、全くできませんでした、ね。次、改善点ということでですね。はい、あちゃん、ありがとね。ほっとしてもらってよかったです。嘘でよかったね。よかった。本当によかった。本当、嘘でよかったね。でも、なんかこんなに楽しみにしてくれてる人がいるっていう、近くにね、なんか、めっちゃ分かりました。そう、なんか僕らも気合い入るじゃないですか。うん、でも本当になんか入っちゃって、はい、なんか余計やったろぜ感出ちゃった、はい、頑張りましょう。やったりましょう、はい、これからの皆さん、あの、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。